はい、皆さんこんにちは。お正月どうお過ごしでしょうか。僕は1月1日からミキサーとスイッチャー、それらを新しくしまして、それをつないだりしてます。もう戦争状態みたいになってたんですが、今日パソコンデスクが入ってきましたんで、まあなんとかカッコがつくようになっています。80センチだったと思うんですけれども、まあそれぐらいの小さなやつですね。もうそうしないと、もうここが僕はなんかお風呂に入ってるみたいに狭いところでですね、やってるんですけれども、はい。でこのようにカメラをつないでいます。はい、こうですね。これは HDMI のカメラですけれども、まあこのスイッチャー、ちょっと特徴的にですね、USB のウェブカメラもつなげれるんですけれども、それはですね、これなんです。上から撮ってます。初画カメラっていうやつでですね、上から撮ってて、まあいいんですけれども、やっぱり USB ですから、はい、これ手動かしたら、はい、ちょっと遅いですし、はい、反応も遅いから手がブレたようになりますよね。これはまあ本当に上からだけのカメラしかですね、なかなか反応が悪いと思います。そしてクロマキーの合成をですね、例えば今僕の画面をこのように出して、後ろグリーンバック引いてありますのでですね、それとスチールを入れて、そしてこのようにですね、後ろになんかスタジオみたいな感じで合成しているというような感じにしています。これとですね、このように合成をしています。スチールは2つしか登録はできません。こんな絵とかいくつかやってるんですけれども、でもこのスチールはまあ基本的にはたくさん登録できるんですね。ちょっとやってみましょう。スチールジェネレーターといって、静止画をいろいろ登録したりできるんですけれども、いくつか登録しています。それを切り替えることができるんですね。今僕のダリで作った絵が出ていますけれども、これをちょっと切り替えてみますね。はい、これ切り替えている時にですね、僕の声が一旦止まるという感じなんですよね。これ止まらない方がいいと思うんですけれども、まだ発売してですね、日が経っていないですから、アップデートとかを繰り返したりしてるみたいなんですけれども、中野さんが教えてくれたんですけど、なんかスタッフが抜けたとかですね、まあいろいろあるんですが、まあ、僕も急遽これを買ったのでですね、まあ手頃で安くてという意味ではとってもいいんですけれども、やはりブラックマジックとかそういうのとはちょっとこうランクが違うという感じはしなくもありません。でもよくできたところもありますね。ブラックマジックはコントロールがですね、ソフトからしかできないという、まあソフトからならよりやりやすいこともいっぱいあるんですけれども、この機械だけでできるというのはとってもいいですよね。はい、もうこれさえ持っていきゃどうにかなるということなんで、そういう面ではいいと思います。それで他パソコンもつないでいます。はい、このようにパソコンの画面を映したり、まあ僕は一番これがやりたいんですよね。ライブ配信は今のところあまりしません。なぜしないかというと、まあ僕のように解説 YouTuber の人でもやってることが多いですよね。ライブというのはどうしても長くなって2時間3時間とかやってらっしゃる方もいます。1000人超えて、そして収益化できたらですね、ライブをする方がまあもう収益上がりやすいのはっきり分かっているんですよね。ですからそのようにやってらっしゃる方はいるんですけれども、まあ僕なんか自分が話がそんなに上手だというふうに思ってませんので、言い間違いとかね、そういうのを避けたいんです。なぜかというと解説なんで、もちろん間違うこともあるんですけど、自分の中では責任を持って喋ってるんですよね。
いろいろ調べたりとか、なんか自分が分かってるからひょいひょいひょいとやってるんじゃなくてですね、皆さんに突っ込まれないようにですね、できる範囲でやってるので、今日みたいな配信みたいな動画っていうのは作っていません。何せ言い間違いが怖いからです。初心者の方とかがそれを見て、そしてそれ以降僕のを見てくれなかったら間違ったことを覚えるわけです。ですからなるべくですね、正しい情報を出そうというのが僕の考えなんですけれども、まあそういうことで、まあその書画カメラ、これでですね、まあ操作説明とか、このテーブルの上に置いてあるようなものをですね、もうちょっとこう上から、はい、こことかでですね、こんな感じの説明ができればいいんじゃないかなというふうに思っていますが、こいつ自身がちょっと USB より遅いという感じはするんですけれども、まあまあそこら辺はいいかなというふうに考えています。はい、ここにワイヤレスのマイク付きのミキサー、これ1万1000円めちゃめちゃ安かったと思いますね。 50% オフやったということと、あの激安の中華のテムですかね、あこで買ったんですが、皆さんね、あれ物届くかなとかいうふうに心配な方もおられますけれども、まあそれは大丈夫ですね。日にちは下手すればアマゾンより正確というぐらい、あのよくできています。こんな感じのですね、マイクがついてるんですけれども、 UHF、まあ、電波なんで、これはあまり外へ持って行ったりしてですね、すると日本の電波法がありますので、日本は 800MHz 帯を使うという約束があります。ですから通常は免許を持っていない B 波っていうんですかね、使えて5本から1本しかワイヤレスマイクは使えない。でもまあこの頃はですね、2.4GHz のパソコンの電波のようなところを使うマイクも出てきてですね、デジタルのマイクですね。まあそれは案外いいと思うんですよね。このマイクですね、自分の家で少し楽しむ程度でですね、やるというのでは、まあ2、30メーターしか届きませんので、電波障害はさほど考えなくてもいいほどの、まあ、距離です。何せ音がいいんですよね。もう不思議なほど。で、これ2本ついてきて1万1000いくらでした。で、まあもうでも売ってないんですよね。まあこんな値段でいつまでも売れないと思うんですが、まあなんかキャンペーンみたいな感じだったんでしょう。で、まあここにそのミキサーがあるんですが、イコライダーがフェイダーになってまして、まあまあいい感じというか、で、ここにですね、リバーブとか、そういうのもあるんですよね。ちょっと入れてみましょうか。はい。本格的には使えませんね。はい。まあでもそういうのがあります。で、他はあんまりノイズもなくてですね、いいのは、これ簡易なマイク入れれますね。ヘッドセットマイクとか入れれます。そして、ここですね、オックス端子もあって、ここにも入れれます。iPhone とか、そういうの入れれますし。で、また、ここから、これ3、4、1、2、3、4ですから、3、4チャンネルにも入れれますし、外部機器つないで、ここに 2TK、これも入れれるというね、もう入力がめちゃくちゃあって、見た目は4チャンネルミキサーなんですが、で、まあ、ここね、Bluetooth もあるし、これ USB で PC とつないでるんですけれども、そうしたら、まあ、オーディオインターフェースにもなるんですよ。簡易オーディオインターフェース。ですから、ここで再生とかストップとかっていうのも、ここでコントロールできるんですよね。そして、まあ、アウトはここ2系統で、ここは僕はスピーカーにつないでいます。そして、ここからのレックアウトですね。それをスイッチャーの中に入れているという感じなんです。まあスイッチャーはですからマイク1、2と、そして各 HDMI の音、4チャンネルですね。そして OX の音、なんかプログラムの音とかですね。ここもまあたくさんいろんなものがあってですね。入力はこと書かないというか、そんな風になってまして。ここを
これオンになってますが、これをオフにすると僕の声が途切れると思います。はい、音が途切れたと思うんですけれども、こういうふうにどこからの音を使うかというようなことができます。ここを切り替えたらそのソースに合わせて音も切り替わるというようなボタンもここにあったりします。録画ができるのもいいですよね。ここに SD カードが入ってまして、そこのところに MP4 で録画をすることができます。バラバラにはできなくて一つだけしか録画ができませんけれども、 ATEM Mini のプロもですね、 ISO モデルというのを買ったけど現実はあんまりしなかったですね。まあ分かれてくると面倒くさい時もあるのでですね、実用的には僕は使わなかったので、あのライブの時とかは便利なんですよ。音をどれがいいかなとかいうのを後からチェックできて一番いい音を使ったりできるんでね、でも、まあ、それほどの使い道も使ってないので、あとですね、まあ、ここにまだもうちょっと置きたいものがあるんですよね。置きたいというのはどんなものかというと、まずはこれですよね、 DAW のフェーダーコントローラー、これを置きたいのと、同じようにドラムの打ち込みとかがいいようなプレソナスのパッドも最近買ってるんですけれども、そしてコントローラー代わりにも使えるんですが、あまり使ってなかったので、というのは使いにくいとか使わないとかじゃなくてね、やっぱりね、机が広くないと現実使えないんですよね。ちょっと取ってきます。まあ、これなんですよね、アトムっていうやつですけれども、まあ、これで再生とかもできるんで、これの代わりもできるんですが、やっぱりやってみると普通に DAW を使うときはやっぱりこっちも便利なんですね。いろんなキーの割り当てはこっちもできるんですけども、これまあ似て非なるものみたいな、そういうもんなんですよね。でこれがここにギリギリ置けるんでですね、そんな感じにしようと思って、まだ掃除の途中です。なかなかやっぱり場所がいろいろするのには必要ですよね。そんな感じに思いました。またもうちょっと勉強してですね、レポートをもっと正式にしたいと思っています。ご視聴ありがとうございました。